重そうやね。うわ、バックしたで。お、もう分かってるやん。なんで？なんか電波が発され、発してんの。はいはい。意味もなくピピピピピピピ、そして意味もなく急ぐ。ゆっくり。ゆっくり。はいよ。アウトドアギア。じゃない？いや、わからん。また遊ぼうとする。うれしいね。ごめんね。なんでうーちゃんだけそんなんで汚なんの。そうや、また無駄で芝生の上歩いてんの。芝生。お尻の上でやで。吸い取り。ほら、そうなんで。今ブラッシングしたばっかりだよって。今日はラリー三河ワン2024盛り上がってます。めっちゃかっこいいやん。なんだっけ、今レース出てる。ああ、コバタね。何と思った。キャラを見ました。嘘。そう、ブランに言ったよ。なんて言ったの。ドロドロやから。あ、そういうことね。あ、ルミやった。タコス。一番目あんで。
カじゃなかったらね。うまいな。あ、美味しそう。これもクレープ屋さん。あれ、三河フランクなかった？あったよ。あ、あと？なんでって言ったやん。三河フランク。あ、そういうこと？
いよ。はい、はい、ありがとうございます。こんにちは。レギュラー日本でお願いします。レギュラー日本、はい。お、美味しそう。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ1000円ちょうどです。はい。はい、いい匂いです。嬉しい。もふもふやね。もふもふだねって。あと、もいで。何歳だね。11歳です。おはい。昨日あれで5ヶ月。5ヶ月？ちょっと年上かな。へぇ、5ヶ月よ。若い。まだまだ。かわいい。はい。お待たせです。はい。はい。ありがとう。ありがとうございます。おにぎり袋、袋食べんねん。あ、ごめんごめん。ミカフランス肉汁気をつけて。うまいな、肉汁、肉汁がアトムにかかっちゃう。ここ、これをお皿にしたらいい。おっとっと、危ない危ない。なんか、うん、なんかオープンしてる。教えミカワフランク、豊川店オープンらしいです。違います、ミカワハムです。あ、すいません、ミカワハムでした。完全なとこで、でもってはい、飛ぶで、フランク落ちたら最悪でした。え、ライブ行こうか。ほんまにうまい。うん、あ、ステージ？ステージは見えへんけど、その辺ボーイズ、人がボーイズという面、ボーイズという面。え、このエリアでやるの？え、ボーイズツンメンって。あの有名な。海外の。ん？海外のあの人ですか？あれはボーイズツンメン。あ、そうか。ボーイズ。ボーイズなんだ。あの歌を思い出してしまった。なんで？はい、なんだろう。ボーイズ&メン。うわ、人集まってきたわ。来た、ボーバーが来た。無料エリアじゃない？あれ、無料エリアやろ？だって仕切られてない。無料やんな。すごっ。右行く？あとくん、ボーイズ&メン。何分？え？何分？何が？20分か30分ぐらいあるんちゃう？10分はないやろ、せめて。漫才でもステージ。出てきた、出てきた。どこどこどこ。あ、出てきた、出てきた。見えるやん。こっから見どこか。ちょっと近く行きたいね。うん。これ袖認識してんのか。そうであるやん。これこれねえ、ハハハハ。
くれた。優しい。頭あ、お願いします。あ、ほんとこれがすみません、すみません、ありがとうって。いやいや、あ、ここなんかよ、あ、ほんとあそこに全くふわふわじゃない子がいる。あ、そうなんですか。あの、アイボが、あ、アイボがかっこいい。遅い。いいのよ。あ、首が。首が。一緒に。終わらないじゃない。同時にあげない。ちょっと待ってね。部長サリー。はい、これで終わり。よし。なんか、ささなとこで、裏のペースに来たっぽい。うちのインと一緒だっちゃう。はい、また。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。女好きだな。ありがとうございます。